はい、皆さんこんにちは、ハンナリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、信長の野望創造のパプキと、プレイアブル大名は伊達政宗ということで続きをやっていきたいと思います。ここまでの情勢ですね、簡単におさらいしておきたいと思いますが、まず一番最初にですね、宿敵アシナ、これをはじめ奥羽を制覇した後ですね、関東に攻め入って佐竹、そして北条、さらに越後の上杉を滅ぼしました。前回徳川家康を滅ぼして、今回はですね、いよいよ秀吉と決戦に及んで二条御所を抑え、総武事例を出してクリアするというところをお届けできればなというふうに思っています。それでは早速始めていきましょう。とその前に、まず今残っている大名ですね、まずはここが伊達ですけど、まあもう半分以上日本を抑えているものの、東北地方から進出してきているので、都、まあ今日ですね、二条御所近辺を抑えられていないと、逆にそのあたりを抑えている秀吉と今回戦うというところですね。そして九州は島津で、中国地方の毛利は島津に、そして秀吉にそれぞれ侵食されていると。で、四国の長宗我部も秀吉に進出を許しているというところですね。なので今回はですね、まあ、秀吉が治めている二条御所を抑えたらすぐ総武事例を出してクリアするというところをやっていきたいと思いますので、二条御所、ここですね、ここを目指してやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。すでにですね、秀吉ともうこの辺りで激戦を繰り広げていますので、大垣、関ヶ原、長島、この辺りをね、今取りに行っているという状況です。さらに、北陸地方でも激戦中ですね、今この辺りでも戦闘中ですので、この辺りもね、順次抑えていきたいと思います。とは言ってもですね、兵力差、まあ、政宗の方が圧倒的に有利なので、基本的には AI に任せて、軍団長に任せて攻略を進めていくんですが、肝となるようなところに関しては、大名と直轄の部隊を繰り出していきたいと思います。いざ戦へ出陣します。で、お金は余ってるんで、家宝とか買い漁りながら、軍団長が収めてくれるのを待ちたいと。何なりとお申し付けよ。軍馬とかね、鉄砲とかも買い漁っていきましょう。毎度大きに。朝倉山城の貴様らの地獄よ。ここは伊勢湾を渡って鳥羽城へと進出してるな。出陣するぞ。そしてこれが前回滅ぼした家康の配下の、武将たちですね。これをもう全員雇います。武将不足が深刻なので、敵将捕らえたり。どこにね、家康とかが配置されたかだな。そうなると小田原に入ってくれれば。おお、小田原に武将が66になってる。これはありがたい。そしたら前線にね、武将を配置していきましょう。逃げたければ逃げなさい。なんといっても家康配下の武将たちは優秀な武将が多いんで、ここに直政はじめ雪村忠勝はすごい、もう戦国オールスター級だな。これは
大量に武将を軍団に配置していきましょう。で今はこっちの、まあどちらかというと、名古屋近辺の城に配置したので、北陸戦線にもね武将が多分足りないと思うので武将を配置していきます。佐竹は手元に置いておきたいのでこれくらいでいいですかね。はい。で、家宝売ってくれないか。御用を受けたまわります。そしたら小田原が8000か、武将じゃない、兵数が。今ね、第二名を直轄が江戸、三崎、玉縄、そして小田原、兵力総勢2万ぐらいが大名直轄ですぐ動かせる部隊なので、これをどこに進出させるかというとこですね。25章を攻めるにはちょっとまだ早いな。で安土もでかい城なので、どちらかというとこちらの方が北陸戦線が手こずってんのかな。いやでもな、十分な兵力があるな。となるとちょっと兵糧が物足りなそうなので兵糧を買ってみましょう。御用を承ります。ありがとうございました。逃がしゃしないぜ敵将。捕獲したぞ。我が軍略お見せしよう。十分すぎる兵力を持って出陣するぞ。ご臨死中ですね。捕獲した。この武勇天下に示す。出陣します。軍団を1個作っといた方がいいかな。これだと報告いたします。小さい軍団ですけどすぐ多分大きくなると思うので、ここに軍団を1個用意しましょう。家康に任せたら早そうだけど、家康はまだ新参者だからな。ここはちょっとまだ家康に任せるには早いですね。まあ、軍団長ごと軍団が寝返るっていうことはないので、まあ別にいいんですけどね。まあ気持ちの問題ですね。必ずや勝つ。我が道を開けよ。我が道を開けよ敵将。捕らえたり。亀山城に向けて秀吉軍が進出してきてるか。ご命令ください。報告いたします。はどこから来てるかというと、後藤又兵衛5000。後藤又兵衛は強いからな。秀吉はもうすでに実は死んでますよね。前回ね、秀吉って言ってましたけど、今秀よりですね。それではどうしようかな。政宗9600出しますか。約1万。龍の戦見せてやろう。これを安土に進出させましょう。安土攻めですね。安土大阪、この辺りが多分防御力の高い城ですね。御所はねそんなに防御力自体は高くないはずなので、亀山の御所なので5700だったらまあ抑えられるとは思うんですけど、ね、ただ兵数が102しかないのか。この長野城近辺で敵がすごいうろうろしているので、ここが守りきれれば亀山城まで進出されずに済めそうです。亀山にさらに1万2000か。結構兵力出してくるな秀頼め。いろんなところに兵を出してる関係で、一つの城にすごい大軍を送られると守りきれない可能性がありますけど、まあ、亀山城近辺に兵を展開してるのでまあ大丈夫かな。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さあ家宝を売ってくれ。
言ってくれないな、カホは。何なりと申し付けよ。鉄砲買っとこ。軍馬も買って。どうした？かかってきな！敵将！捕らえたり！出陣するぞ。乙葉城がなかなか落とせないのかな。あそこを落とせば安土の、まあ、膝元というかね、かなりいいところに拠点を持てるのでいいんですけどね。まあでも落とせそうか。正幸752、津軽2000。これじゃ落とせないな。援軍、奥村1500、山吉1600、まあこれが全部揃えばってとこだな。ただ安土に8000いるのか。さらに耐久が16000、さすがだな安土城。かっこいいな、こうやって見ると安土城。そしてこの石垣の高さですね、さすがの防御力の高さを感じますね。これはさあ、この安土を攻め取る上で重要な戦力。それがこの政宗ですね。ちょっと沢山城に駐留させときましょう。政宗、敵将を落としたか。捕らえたり、力を合わせよ。さすれば勝つ。敵将、あえて安土は後回しにするっていうのもありですよね。そう考えると、そうすると御所を狙うっていうのがいいな。俺がやろう。表情を始めましょう。御所を抑えればかなりでかいですからね。出陣するぞ。出陣するぞ。いざ戦前、出陣するぞ。敵将、そして御所で出陣するぞ。追い詰めてくれるわ。敵が出てきた。長政だ。黒の長政が出てきた。これは開戦しましょう。久しぶりに黒田官兵衛。これのあれですね。息子。ただちょっと待ってくださいね。この黒人衆が2600で長政が5300。先に長政倒した方がいいな。みんな続け。鬼を発動した。古き地全てを打ち砕く。毛利勝長が援軍として来たか。これはかなり厳しい戦いになるな。俺がやろう。かかれ。かかれ。さすが政宗、長政を一周したな。行くぞ。でここで一気に騎馬突撃で決めるか。いや、その三河魂か。自身の大幅強化。この状態で突撃かけたらどうなの。半端なさそう。すげえ、正宗超強い。これで御所を一気に1314まで減らせる。御所を抑えたな。行状を始めましょう。報告いたします。
いやあっさりクリアになりそうだな、これは。そしたら、まあ、5勝を抑えてすぐ総武事例を出すとかっていうよりか、まあ、安土とか大阪とかね、その辺の城を抑えてから総武事例出しますか。これで征夷大将軍になれますね。2勝5勝を抑えてイベント、殿、ついにこの日が来ましたな。これより殿は征夷大将軍にございます。天下すべての武士たちはその命に従わねばなりませんねと言っていますね。そしたら島津と同盟というかね、従いさせとくか島津を。表情を始めましょう。まずは分断で、今押さえた5勝決めときましょう。決めときましょうというか入れときましょう。これでよくて、で制作で総武事例出せるけどまだ早いよな。制作を取り行います。で、みんなに伝えましょう。外交、役職、誰に役職与えるかな。島津は欲しくないって。そうすると外交で工作、島津と外交もできないと。なるほど。であればしょうがないですね。しょうがない。このまま大阪安土を取りに行きましょう。我に打てぬ敵なし。うわー、今すごい安土に人がたかってますね。安土耐久が高いな、やっぱ。我らに打てぬ敵はありません。敵将、捕らえました。大阪城を落とすところまでね、見届けますか。そしたら我に打てぬ敵なし。おお、安土城が落ちるぞ。これは表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。これで政宗が帰っていて、政宗強かったな。敵将、捕らえたり。大阪城がここですね。これが我が魂、我が覚悟。雪村がどうやら安土城一番槍だったようですね。これが大阪城。戦へ参る。大阪城はでも安土とかに比べると平城っていうか平野にやっぱあるんですね。安土城は山の上にあったんで、本当に建てるのも大変だっただろうし、それ以前に攻めるのも難しそうなところにありましたけど。わあ、すごい勢いで抑えてるな伊達軍は。
道を開けよ。大阪城まであとちょっとですね。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。出陣するぞ。出るぞ。必ずや勝つ。出陣するぞ。敵将、捕獲しました。出陣する。表情を始めましょう。報告いたします。そろそろね。大阪城までもうだいぶ迫ってきてるな。毛利が島津に滅ぼされたか。ってことは毛利もかなり大勢力だったのに島津に飲み込まれたんだな。島津確かに20万の兵力持ってますもんね。大化の武将も優秀だろうし、で秀吉がまだ20万超えてるってのがすごいよな。島津は武将の数が70しかないってのはかなり厳しいですね。そしてうわー、伊達武将350、兵数70万、朝廷の信用100、圧倒的だ。ご命令ください。報告いたします。ちょっとあれかな、もしかして武将の数が足りてないというわけではないし、兵力不足なんだな。単純に怒涛の作戦、進行作戦を行ったから各城に兵が溜まってないんだなっていう時に大名直轄の部隊を出しましょう。政宗1万で、その他大名直轄になってる城から各4000出せるので、まあ、総勢2万2000ぐらいですかね。2万2000の大軍を高槻城に送り込みましょう。高槻が落ちれば有岡、大阪、そしてこの飯盛山城、この3つを押さえて大阪一帯を制覇できますからね。表情を始めましょう。報告いたします。これでどうなるか。出陣するぞ。大阪城近辺でも出陣する戦いが始まってるな。死んでく人が多くなってきたな。出陣するぞ。土山城を目指して1万8000の大軍が攻めてくると、まあでも大阪一帯はかなりの部隊を展開させているので、まあ問題なさそうですね。福知山城にさらに1万の増援が来たか。敵が迫っております。ここで誰だ、これは官兵衛か。さすが官兵衛。安政、うわ、榊原康政と黒田官兵衛がぶつかってる。で、安政が官兵衛の前に
混乱させられてるのはこれ壊滅しますね、おそらく。安政が壊滅する恐れがあるんで、ここ救援しましょう。政宗が官兵衛に救援に向かいます。みんな続け、待機する。止まれ。我が領内に敵が迫っております。これはすごい戦いだな、官兵衛と政宗。まあ官兵衛はもうただ兵が安政と一戦交えて減ってますけどね。行くぞ。もらった。伊達者、古きよ古き地、全てを打ち砕く。天下への道突き進むのみを。今尋常に勝負せよ。さすが官兵衛だな、強い。兵数をだいぶ減らされた政宗が。俺がやる。いざ参る。逃げるなら今のうちよ。でもやっぱり政宗に1万いらせると圧倒的ですね。大阪攻めてますね。大阪が落ちるのも時間の問題。止まれ。いざ参ろう。我が領内に敵が迫っております。羽柴軍はどうしても取りたいんだな。遊びは終わりだ。我が領内に敵が迫っております。まあ大丈夫かな。ちなみに福知山ってそんなに重要拠点なのか。ああ福知山は確かに展開してる部隊数でいうと秀吉軍というか、まあ、羽柴軍のが多いですね。ただ大阪一帯を抑えたことによってその辺りに展開していた部隊を報告いたします。この神戸方面に差し向けることができるんで、まあ勢力逆転するのは時間の問題ですね。我が策お見せしましょう。出るぞ。必ずや勝つ。出陣する。敵将捕獲したぞ。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。出陣するぞ。出陣する。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。出るぞ。必ずや勝つ。さあそろそろ表情を始めましょう。報告いたします。総武事例出していきたいところですけど、四国はもうほぼほぼ秀吉にというか羽柴軍に抑えられてますね。で近畿一帯は逆に伊達が抑えたので、ここで総武事例を出してクリアしていきたいと思います。長かったな。政策を取り行います。みんなに伝えましょう。さあ、これで、エンディングに向かいます。あなたに敵対する勢力はなくなりました。まあ、実際にはまだ、秀吉というか、まあ、羽柴、さらに島津も屈服はしていないんですけど、一応、天下は統一されたということですね。総武事例の発令により天下のすべての戦い終わり、戦国のように平穏の時が訪れたということですね。おお、政宗独自かな、これは。今までの信玄とか勝頼とかそういう武将ではなかったセリフというか展開。これより先は海の果てのまだ見ぬ者たち、新たなる国々と交わり競わねばならんと、こ
こういうのはなかった気がしますね。へえ。大名ごとによっていくつかバリエーションが多分用意されているんですね。鎖国政策が取られることもなく、世界貿易の流れに乗り、さらなる進歩を遂げるのであったというふうに言っています。野望指導すと。最初ね、アシナとか滅ぼしたんですけど、まあ、それをすっ飛ばして、佐竹ですね。で、順調に勢力を拡大していったと。で、北条を、まあ、滅ぼして、この北条戦線やってる頃が一番辛かったというかね、北条と戦っていた頃は、上杉、佐竹、この辺りとも戦っていたので、かなり厳しかったですね。で、家康はですね、まあ、めんどくさかったですね。持ってる城の数が多かったんで。で、羽柴戦う頃になると、明らかに伊達の方が兵力が多くて、軍団長に任せておけば、まあ、勝手に攻略してってくれるっていう状況だったので良かったんですけど、まあ、そういった意味ではね、長く楽しめたのが、伊達政宗でのプレイだったと思います。で、これからはですね、イベント回線とかね、そういったものを中心に引き続きこの信長の野望はねプレイをしていきたいと思いますので、こういうイベント回線やってほしいとかですね、こういう大名でプレイしてみてほしいとか、そういったご要望とかあればですね、ぜひぜひ、コメント欄等で、教えていただければと思います。また読み仮名間違ったりとかしてるケースいろいろあってですね、ご不快な思いされてる方もいらっしゃると思うんですけど、そのあたりもぜひぜひアドバイスいただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方、ありがとうございました。